おっとっと危ない。これ予備がないから。皆さん、おはりんじゃー。手芸のロマンを探索する手芸所、サリーです。今回は、こちらのクチュリエさんの貼るだけで完成カラフルビジューのピンブローチの14番カモミールのノスタルジアというデザインのピンブローチを作っていきます。これまでの貼るだけで完成カラフルビジューのピンブローチの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。サリーのチャンネルではクチュリエさんやセリアさん、ホビーラホビーレさんなどの手芸のキットや、アシェットさんやデアゴスティーニさんの手芸の週刊パートワークものを中心に制作しています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速こちら作っていきましょう。頑張っていきまーしょい。はい、じゃあ今回の内容が、まずこのセット内容とかが書かれている紙が1枚と、あと今回はゴールドの台座が1つ、後ろにピンが1つ、それから真ん中のこの大きなオレンジのカットストーンが1つと、小さいブラウンのカットストーンが、これが 1,2,3,4,5,6,7,8 粒、それから雫型ドロップ型のライトイエローのカットストーンが、これが 1,2,3 粒と、それよりもちょっとちっちゃいこのオーロラ色のカットストーンが2粒となってます。今回は予備なしでした。はい、そしたらあと自分で用意しなきゃいけないのが、こういうカットストーンを入れるようなお皿とか、台座を固定するこういう風に穴を開けた小箱、あとはデコプリと、カットストーンをつまむためのピンセットとかがあるといいかなと思います。あとこういうお弁当のカップとか爪楊枝とかがあると台座にデコプリが塗りやすくなります。はい、じゃあ今回もサクサクっと作っていきましょう。よし、じゃあいつも通りこの台座をこっちの箱の穴にセットしてあげたら、今回どれからいこうかな。まあ、まずはこっちかな、こっちの袋に入ってる丸いカットストーンからやっていこうかな。これを落とさないように気をつけながら、よいしょ、お皿に移して、デコプリも使う分だけぐらい出しといて、じゃあまずは一番真ん中の大きいこの丸のところからつけていこうかな。デコプリ塗ったらこれを置いてあげる。うん、いい感じ。カモミールってなんか花びら白のイメージがあるけど、今回はカモミールのノスタルジアっていう、なんかちょっとノスタルジアっていうさ名前だからか、あんまりカモミールのイメージにはないこういうブラウンのカットストーンを花びらに使ってますね。あれかな、ノスタルジアってなんかちょっとセピアっぽいイメージとかがあるから、それでこういう花びらをブラウンの配色にしたのかな。はい、ラスト1粒も乗せてあげて、はい、こんな感じで花びらの部分埋まりました。すごい、めっちゃキラキラ、伝わるかな、かわいい。はい、じゃあ残りこのドロップ型の方で、これはなんだろう、葉っぱなのかな、葉っぱの部分やっていきたいと思います。なんかね、現状すごい秋っぽい配色になってるけど、このドロップ型のカットストーンがちょっと爽やかというか明るい色合いだから、ちょっと秋っぽくなりすぎなくていいかも。
じゃあまずは大きい方、レモンイエローだったかなのドロップ型のカットストーンを置いていってあげます。おっとっと危ない、これ予備がないからこれさ予備がないから結構ね気をつけないとなくしそうになるので、おっと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 、本当に扱うときはおっと気をつけながらやらないとダメかもしれない。よし、こんな感じ。うん、いい感じだね。でここにオーロラを配置してあげたら、うん、すごいいい感じ。はい、じゃあこれで今回のカモミールのノスタルジア完成です。じゃじゃん、今回のカモミールのノスタルジア完成しました。すごいいい感じの輝き具合となっております。いいね、こういうちょっと大人っぽいというか秋っぽい色使い今までそんなになかったと思うので、これもねすごい可愛い仕上がりなんじゃないかなと思います。今まででこれに一番近かったのってどれだろう、これかな、これか、もしくはここら辺あたりだったかなと思います。じゃじゃん、どうでしょう、なんとなくここら辺が系統に出るかなっていう感じですね。でも今回ここにオーロラが使われてるからか、なんかね輝き具合はこれが結構輝いて見えるかな。いやでもどれもキラキラだな、かわいいはい、そんな感じで今回もすごい可愛くできたんじゃないかなと思います。はい、それでは今回も最後まで見てくださってありがとうございました。これまでの春だけで完成カラフルビジューのピンブローチの動画は概要欄に再生リストが貼ってありますので、そちらもよかったらよろしくお願いします。サリーのチャンネルではクチュリエさんやホビーラホビーデさん、セリアさんなどの刺繍のキットを中心に制作しています。興味のある方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしてサリンジャーの皆さん、いつもいいね評価やコメント本当にありがとうございます。とっても励みになっております。それではまた次回の春だけで完成カラフルビジューのピンブローチの動画でお会いしましょう。よいしょ、間に合わなかった。はい、サリーでした。バイバーイ、また見てねー。 See you。 主役はここだ。